もう一点どうぞ、はい、橘さんが口喧嘩だったら俺が勝つぞって言ってたんですけど、はい、昨日の三省堂関係者と口喧嘩したと思うんですけど、はいあはいこれね、どっちが勝ったと思いますか？まあね、口喧嘩で言えば当然勝てると思うんだけど、あいつYouTube の削除申請してきたのね。で今しゃあないからぼかし入れてるけど、でその名前も知らない人に相手してる時点でお前の負けやって言われたらそれはその負けやなと思うんで、中身については100点100番勝ってると思うけど。あなた何しに来たんですか？そもそも NHK 党に対して刑事告訴したって言ってたでしょ。知らないし、そのことはどうでもいい。知らないですね。あなたそもそも NHK を壊すってやってるのに何しに来たの？本当にギャー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 うるさい大声で会見の妨害をしましたよ、ね、違いますよ、まあ、これ以上何もない。あなた何歳？あなたの体に当たったかもしれない。ただそれを押されたと感じるのであれば、あなたは相当なクズですよ。いいですよ、クズでもなんで、うん、クズに時間を使う時間はない。じゃあとっとと出ていきなさい。出ていきます。で、これで以上、はい、出ていきなさい、はい、あなたも来るな、邪魔。名前も名乗らないです。しかもかっこ悪いね。かっこ悪いのあなた。はい。よかったね。気持ち悪いね。はい。一番気持ち悪いのお前だぞ、うん。使えるの？はい。二度と使えるの？嫌ですよ。欲しいから。はい。帰るって言ったら早く帰りなさいよ、かっこ悪い。お前いつまでも喋るからこっちにいるんでしょ。だからもう帰って。なんなん？帰ってよ。なんなん？本当に、まず口、歯磨いた方がいいよ。回して臭かった。まあね、ちょっと参政党に関しても本来俺の性格上、放っておく性格なんだけどね。宗教はどうぞ好きに言ってください。むちゃくちゃ言ってくださいです。はね、波動で治るんだっていうのは全然 OK です。信じたら本当に波動で治るかもしれません。ただ政党がそれをするのはやっぱりこれは詐欺に当たるでしょうと。だから国民の皆さんに、注意喚起をしなきゃいけない。この公の参議院会館というところを使ってね、国民から集められた税金を政党助成金として受け取ってね、自分たちが国民を騙すようなことをしたりとか、自分たちがもう犯罪者と嫌疑がかけられていることについて回答しないから。であれば、あなたたちのような悪いことをしている人たちを発表する、告発する、公にする義務があるんだと。こっちには僕たちは税金でお金をもらってやってる以上は、犯罪を不正を見つけたら名誉毀損確保でやらなきゃいけないわけね。誰かがやらなきゃいけないでしょ。参政党って統一教会のような危険な組織なんだって。廊下で突き飛ばしてくるんだから、押してくるんだから、それも知らないってとぼけるのよね。もう多分あれ、体格見てたらもう多分お相撲取りかなんかやと思いますよ。僕なんかはるかに簡単にこうやってもう寄り切ってくるんだから、まあとにかく注意してくださいっていうことを国民に僕は発信することが、怖いですけどね、あんな危険な組織。ひょっとしたらオウム真理教みたいなことをしてくる可能性もゼロとは言えないですよ。本当に全く聞かないんだから、人周りの話をね。本当は逃げたいんですよ僕。嫌ですよやっぱり、怖いから。もう年も56で、あんな兄ちゃん来てガオされたら怖いですよ。そりゃ手足震えましたよ。目が怖いからね、そもそもが。自分が正しいことをしてるって目をしてるからね。でも国政政党なんで、あれ僕の逆の立場だったら、あちょっと待って待って、立花さんなんか質問あるんだったら来て、ここに今神谷君が来たらね、言いますよ。だっていやそんなね、一応同じ、ね、参議院で仕事してるっていうか、もともと仲良かった人ですから、まあ、それ来たんだったら立花さんちょっと後でじゃあ話しましょうってなるのが普通じゃないですか、うん、でもそうならないっていうことを見てもらいたいわけですよね。そのためには必要なパフォーマンスであるなと思って行きました。僕も嫌でしたよ、どうせ追い出されるって分かってたから。黒川君のように喋ってる人間の妨害をするのは良くないです。それは法律上とかいう話じゃなくて、参政党の話を聞きたい人もいるわけですよ。いいかどうかは別にして、この人たちがどんなこと言ってるのか聞きたい人の妨害をするのは、それは言語道断の話でね、聞く権利の妨害は一番いけないわけですよ。ただその人たちが喋り終わった後に質問すること、だって参政党の候補者とかにインタビューしていくのが一番早いじゃないですか。だから僕は断るごとに参政党の方を見かけたら、これからカメラを抱えて、悪いけど質問させてね、逃げるんだったら逃げる姿アップするし、これからは見る限りやろうと思いますよ。向こうの方から告訴してきたわけですからね、これに対しての結果が出て自分たちに都合悪いことは言わないっていうのは、もうこれはもう政治家を名乗る資格ないと思いますよ、と強く思いますね。ありがとう。参政党をぶっ壊。